和田正之と尾崎由香と。世界のわざクスチャンネル。さて、本日もわざクスチャンネルをお送りしていきます。本日はなんと栗原先生と一緒にお送りします。嬉しいです。よろしくお願いします。すよろしくお願いします。お願いします。うん、ね、実際に。うん。そう、リスナーの皆さんにプレゼントする。ね ものもいただいてますし、たくさん並んでおりますのでね。最高です、素晴らしい。ご応募ください。これは先生全然あれなんですね。漫画家さんによっては顔を出されない方もいるんですけど、もうお顔はやっぱかっこいいから全然出しても大丈夫。いや僕本当は NG ですよ。出演特別に。もう今日は特別です。あら。出演。本舗初？うん。三回目ぐらい。特別の価値が低い。ありがたいですよ。ありがとうございます本当に。ねだってラジオ初出演ということで、すからね嬉しいですね。 これはもう最高です <laughs> メール来てるますか、はい、そうそうすごい長いメールをいただいてる。二、うん、ページにわたっている 2>,、うん、い2ページにわたるメールをいただいてるので読ませてください,、うんいはい、ラジオネーム M さんからいただきました、うん、はい、栗原先生皆さんはじめまして、うん、こんにちはこんにちは,にちはお仕事への質問を募集されているとのことで今年少々変わったご縁で裏宮本舗へと巡り合えたのでそのお礼にと思いメールを送らせていただきました 私が長年大好きで応援させてもらっている方が先日「世界不思議発見」にてボイスオーバーバを担当されましたそこで「不思議発見」とドラマ「恨みや本舗」のミキサー MA が同じ方だということを知り「これはドラマの恨みや本舗を見なくては」という謎の使命感に駆られましてレンタルショップへと足を運んで視聴させていただきました。 正直申しましてすっごく面白かったんです今も昔も人間は変わらないなぁとしみじみ感じましたし現代に見るからこそ響くメッセージもありました今放送されても他に引けを取らないクオリティの高いドラマなのではないでしょうか大好きな俳優さんたちが出演されているにもかかわらず放送当時はこちらに放送局がなくなかなか見る機会がなかったので本当に本当に素敵なご縁と作品に巡り合えたと思っておりますこれも 原作者である先生がいたからこそだと思っておりますありがとうございます、はい、SNS でもプロデューサーさんがいい方だとおっしゃってくださったり先生もご出演されたということにも触れてくださって嬉しかったです ディアブロ六巻も購入させていただきましたありがとうございます初めて買った原作本の表紙が大好きなシューさんでなんだか特別な気持ちになりました、うん、DVD 購入も先生に還元されるとのことでしたので、うん、こちらもレンタルではなくゆっくり購入できたらと思っております、うん、ありがとうございます 長くなってしまいましたが改めてクレア先生に感謝申し上げます、うん、大好きな方から手渡された作品の原作者が先生で良かったと心から思っております本当にありがとうございました、うん、お礼の気持ちだけでもいいので先生にお届けできたらなと思います、うん、ウレミア本舗シリーズ連載中は救済されたことがないと伺い大変驚きましたどうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいはい、いきました <laughs> 長い長い <laughs>、うん ラブレターですね。俺はもうラブレターバリだね。すごい愛がね、素敵なこのメッセージそうか不思議発見でね気づいたと。誰だろう。ボイスオーバーやってた。まあそっちの方が謎だな。確かにそうですね。でもその語編で先生の作品もね好きになり、まあ長いですしね。作品自体がファンの方もやっぱ一緒にね年齢を重ねていって読む考え方も変わる。 時もあるでしょうしね、うん、自分が出たらもし自分がこの作品の世界に入ったら、うん、恨む側なのか、うん、恨まれる側なのか、うん、どっちなのかなみたいなどっちだ先生だったらどっちだと思いますか、うん、どっちかなままあ、まあ僕はね漫画の中でいっぱい恨んだり恨まれたりを借りてるんで <laughs>、はい、現実ではいいかなって感じそりゃそうだ <laughs>、うん でもほぼすべての恨みを種類、種類分けできますよね多分。分類学的に恨みを分析しましたみたいな。うん、この恨みだったら、後期五十万ぐらいかなみたいな、うんそうそ。そのね、当時の物価もあるしね。そうですよ。ね、そうですよね。だって二十五年で、二十四年でね、だいぶ変わってますよね。うんうん、恨みの値段化っていうのは、新しいですよね。うんうん クマの話結構面白かったですね最近だと最近のやつねあれは結構人気ありましたねそクマの話タイムリーだしはぁと思ってこんなね長文でラブレター先生でももう先生のお便りたくさんいただいたんですけど愛がすごく深い気がして俺それよりもなんかちょっと今クマの話を広げてほしかったあすいません戻っかなと思って今お前がガールいすごい気になんちゃってどそっち行く 作りましたよ私に全員が今こんなにお便りを読ませていただいたことがなくて感激するしでこの子はすごい変わった子でいやいやとても素晴らしいと思ます純粋なんですよこれを話したすぎてこの子はどっちだろうねだからきっとオザピアちゃん先生先生的にオザピアちゃんを恨みや本舗にあでも「生災学園」の方が面白いから確かに まあ、制裁学園だとすぐやられてそうだけどね。まあ、でも、恨みはに出すとしたら、やっぱ、こう、かごにされちゃう方。ぽい感じがします。ああ。気を付けた方がいいですよ。気を付けたな。確かに。確かに。今度、逆に恨まれた側を、人を呪わば、あの二つじゃないけど。恨む側に回るんだよ。でも、それ恨んだ時には、もう先生に、ちょっと、それを話したいですね。初めて恨みましたと。 今だから恨みや本校に入った話をしてるから先生出てきちゃうともうメタ話になっちゃそう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 原作者の神様に今ってかける作でうことを積み重なっていくと恨まれるんだろうねうそうそポンさんうどうそう俺ちょっとうそら大うそ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 私をどうしてですかうそ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 ういういうそう ここ、ババーア。やばい、どうやって、そ、そ、ばがれるんだ、私。やばいやばい。すいません。でも、二万ぐらいで。二万でいいです。二万ぐらいで、X エッのアカウント乗っ取られるぐらい。わざとやった、あの、どすぐらいことばっか、全部 X で書く。すいません。全部ししまいました。すみません。わざと、その、どっちですかね、裏、裏、割れる側だったら。どっちがいね。 会社やったりどっちも嫌だけどどっちがいいいやどっちもだってさやっぱりさっきセカさん言った人を呪わばあんな二つだから戻ってくるからねスカッとする瞬間はあるかもしれないですよあるね何人か浮かぶはもう本当に言われなきこと言われたりねなんか今のご時世だからあんまり大きな声じ言えないかもしれないけど正直スカッとするもん恨みは本を読んでるとっていう瞬間はすげえわかる恨む側だったら 多ちょっと気がやっぱりね中学の時にいじめてきたあいつとかねいまだに覚えてるからシンプルにちゃんとスカッとするハッピーハッピーハッピーみたいな話もあるしねうん俺ちれ恨まれる側よいやいやいや恨む側恨みとかないもん別にあせかいさんがねないでもきっと恨まれてるはずってこと勝手に落ちてったんだ何人ぐらい蹴落としてたの 分からないぐらい蹴落としてたか俺もだってちっちゃい頃話したことあるかもしれないけどダンスとかやっぱ子供少なかったから中学生ぐらいとか少なかった時とか恨まれたもんねその恨み節が聞こえてきたことあるもん直接なんとかくんがいるから僕は上がれないいやいやもうそんなもっと直接的に「もうあいつもうまるす」みたいなうわ聞こえたことある俺。普段 ぼかさない世界さんがまるまる言ってるからピーって入れなくてもいいかもしれないそのぐらいまあ編集しやすい子供の頃のね言葉ってやっぱりそのままストレートだからいやでも俺その時中2ぐらい結構な年齢だねじゃあ相手は話聞いた高3ぐらいとか「その人どうしてんねやろな今頃な」わか「わ言われてるわ」ぐらいだったけどしょうがないかと思ってたけど。 恨まれますよね。子役って恨まれちゃうよね。恨まれるんですかね。親からやって、気づかないから。やっぱり、俺が立つステージに立てなかったみたいな、で、あいつがいてとかさ。そうそうそう。俺が出る役だったのに、あの子に取られたとかさ。そういうことなのかね。まあ、だって、俺もエグザイルオーディションで、うか。出せてもらったけど、やっぱ。ね、受かってない。方たちもいるわけ。そう恨ん、ね、恨んでもね、自分がね。自分を恨んだ方がいいですね。うん。 自分で自分をね。そうね。うん。あんまないな、人を恨む。おお。自分。そうやって知らないうちに、人の頭をぶつけているんですね。やめ。これは重症ですね、先生。やばいっすか。一番重症なのは、多分オザピアちゃんかもしれません。うん。自分の恨みって、どうやって、浄化すればいいんですかね。あ、でも、それこそ、なんか、ファンレターというか、手紙とかで。 恨みのネタじゃないですけど来て作品内で晴らしてくれませんかみたいなの来ないんですかたまにねそういうの来ますけど先生を恨み屋だと思ってねだからんかほら一番困るのがさその恨んでほしい人のさ実名とか住所とか書いて送ってくやばいいななな感じじゃですか。 まあそれをだから作品でそれを送った人は作品で読んでスカッとしたいんでしょうね多分だねまあそういう,そう,いうのはまあ一応さスルーしてるけど、はい、でも逆にさ<で>あのほらそれで、はい、まあ仮にもし似た話を書くとするとさ、はい、あこれ私のネタにしたとか思って何、うん、かされたら嫌だなとかさ、うん、そうそこの怖さありますよね、うん、あの過去もねそういう。うん まあ、事件があったりもするから、確かに。自分に起きた事例と重ねて。っていうのはあるかもしれない。知らず知らずね。あ,あるかもしれない、ね。も僕、全然、先生に、お送りしたい。ネタ三つぐらいありますよ。あ、ごめんなさい。<laughs> 個人的に、的にうん、そうそう。代わりに、はい、スカッとさせてくださいみたいなね。<laughs> <laughs> <laughs> 本当にもう。 そっちでね、こうジョークするみたいなこう神様みたいな感じでジョブさせてくださいととか言ってね、いっぱい送られてきたらこちらからすみません、すみませ楽しみにしてました。さすがだ。恨みをスルーの仕方も分かってる。素晴らしい。さすがだよ。すごい愛のあるお便りたくさんいただいたので素晴らしい。すごい素晴らしいです。ぜひね作品も皆さんぜひ書籍でお願いいたします。まあ電子でもいいですけど、まあ通関版は。 通貨版っつうのが出てるんですよ。それはなんかまあ裏見合いの今までの七部を時系列分にやってるんですけど、それは電子でしか買えないって。みんなでゲットです。逆に電子の良さもね。なのでぜひそちらもお願いいたします。面白いよ。先生いかがでしたか。大丈夫でしたでしょうか。とても楽しかったです。大丈夫ですか。本当ありがとうございます。一週にわたってこちらこそ。そう来年の記念日にそうですね。記念日にまたぜひ。それ以外にもね呼んでいただければ。 すぐ僕来ていただけるなら僕から飛んできますそんな言っちゃダメなやつですよ大丈夫ですかそれ言ったらダメなやつですよお住まいがお仕事ばっかな本当にありがとうございましたありがとうございますということでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますここまでのお相手は企画プロデューサーの和田雅彦と尾崎由加と世界と栗原少翔でしたありがとうございました